どうも、大悟です。というわけで今回はですね、毎日やってもいいんですが、特に休みの日に意識してやっておくことによって、恋愛関係とか男女関係、まあ、いわゆるこう、夫婦関係とかも含めたものですね。そういったものを良くするための方法についての、研究がありましたので、今日はそれをご紹介したいと思います。1円もかかりません。はい。しかもお出かけする必要もないです。っていうね。これはですね、まあ、いろんな研究がやっぱり出てるんですよ。夫婦関係とか、あとは恋愛関係とか男女関係ですね。そういったものを良くするためには、いい関係を保つためにはどういうことをすればいいのって元気あるんですけど、ちょっと悪くなり始めてるものとか、まあ、ちょっとなんか最近なんかね、すれ違いが多いなみたいになってきた時に、そういう関係を改善しようって僕らは多分思うと思うんですけども、普通はね。でもなかなかそういうのが改善できない場合ってあるじゃないですか。じゃあとりあえずいい関係を戻そうと思ったら、どっから始めりゃいいのってことを今日は、紹介しようかなというふうに思います。で、恋愛関係を維持する方法としては、前ほら友達をシェアした方がいいよっていう、要するに男性と女性がね、いい関係をね、その、二人のカップルが、男性同士でもいいですし、女性同士でもいいですけど、そのカップルが、いい関係でいたいというふうにですね、思うのであれば、お互いの友達同士を紹介し合ったりとか、お互いの友達同士も友達にしちゃうってことをすると、一番ですね、恋愛関係とか、結婚関係が長続きしますよ、短所前しましたよね。友達のシェアとか、あとは一緒に映画とかですね、動画とかを見て、それについて語り合う、習慣をですね、持ってるカップルってのは長続きしますよ、とか、ね、行ったことがない場所とか、新しいことに二人で挑戦するですね、習慣があるカップルは長続きするよとか、まあ、そういう話はまあ散々、このチャンネルではしているわけですよ。で、あれはいい関係を長く維持するための方法です。で、今回は、恋愛関係を改善するための方法を、紹介するという内容になっております。で、これですね、どういうものかっていうと、184組の、カップルをですね、対象にして、行われた実験になります。で、結論から言ってしまうと、恋愛関係を改善したいんだったら、男性でも女性でも、ちょっと効果は違うんですけど、男女で効果は違うんですが、男性も女性も、相手とハグをし合ったらいいんじゃないのと、スキンシップを取る回数を増やすといいんじゃないのってことがですね、出たというのが今回の研究ですね。184組のカップルを対象にいたしまして、二人の関係性はどうですかっていうこととか、普段どれぐらいスキンシップをしているのかとか、そういったですね、ことを調べまして、で、パートナーといわゆる自分の恋人とか、奥さんとか旦那さんとか、そういう人と仲のいい男女はですね、何が違うのか、そしてその行動によってどういう風に心理の変化が出るのかってことを調べたっていう、まあ非常にシンプルな研究です。で、まあ細かいですね、お話は置いておいて、結果どういうことが分かったかというと、性的ではないスキンシップ。まあいわゆるこうね、世の生活が満足ね、していると、夫婦は仲いいんじゃないかって話がよく言われますけれども、あれは実は嘘で、夜の生活っていうのはですね、夫婦のですね、いわゆるこう浮気しないかどうかとは相関しなかったりするんで、てかむしろ夜の生活に満足している夫婦の方が、お互いに浮気しやすくなっちゃったりとかするんですよ。だから重要なのは、性的ではないスキンシップの方がすごく重要なんですね。で、特にハグが、大事だと。性的ではないスキンシップのですね、回数が多いカップルほど、お互いの関係に満足していて、いい関係を保っていたんですね。で、これ男性と女性でちょっとね、実はね、スキンシップから得られる効果ってのが若干違うんですよ。で、実は両方の、男性から見ても女性から見ても、ハグの回数とかスキンシップの回数を増やすってことはとても大事なんですが、男性はですね、日常的なスキンシップの多さが、その二人の関係とか人間関係の満足度の上昇と相関してたんですよ。つまり男性は、スキンシップが多くなればなるほど、まあ人間関係、特に今回の場合だったら恋愛関係ですね。この恋愛関係の、いわゆるこう満足度が上がってったんですよ。だから男性から見ても、その性的ではないスキンシップを取れば取るほど、実はね、人間関係の満足度って上がってくんですよ。で、これおそらくパートナーじゃなくても起きると思って、いて、だから例えばほら、子供ができた瞬間にさ、急に性格が変わったようになるさ、男性とかさ、いるじゃないですか。やっぱり二人の関係とかに満足しないので、心を入れ替えるみたいな男性ってよくいますけど、あれは多分ね、子供とのスキンシップとかもですね、急に増えるからなんじゃないかなと思うんですよね。だから男性っていうのは、スキンシップの多さ、がですね、上昇すると、人間関係の満足度がですね、ぐわーって上がってくんですよ。だから男性はスキンシップ増やすと人間関係の満足度が上がる。で、女性はどうなるかっていうと、女性はね、日常的なスキンシップが増えても、人間関係の満足度が男性みたいにうわーって上がるかっていうと、そういうわけではないんですね。下がりはしないんですけど、逆に言うと、日常的なスキンシップがですね、少なくなってしまうと、女性の場合は、どうなるかっていうと、人間関係の満足度がめちゃくちゃ下がるんですよ。そう、だから、男女でですね、これ微妙にニュアンスが違くて、男性はスキンシップを増やせば増やすほど、関係性が良くなってくるんです。だから自分の奥さんを大事にしたりとか、彼女を大事にしたりとか、ちょっと浮気っぽい性格の人なんか特にそうだと思うんですけど、浮気っぽいくてね、目移りしちゃうことが自分はあるから、でもそういうことが起きないようにするためにどうしようと思うと、男はですね、ひっついた方がいいんですよ。彼女とか奥さんとかに。こうすると満足度が上がるんで、
浮気しづらくなるわけですよ。で、逆に、女性の場合はどうなるかっていうと、最近二人の関係がなんか冷え切ってきたなとか、なんか男として見れなくなってきそうだなみたいな風じゃないですけど、満足度が下がってきてるなっていう風に思った時には、ひっついた方がいいんですね。で、無理にでもいいんで、ひっついてあげると、これが満足度の低下を防いでくれるので、っていう微妙なニュアンスの違いなんですが、まあ、いずれにせよ、スキンシップの頻度ってのは、二人の関係を保つのに非常にいいよってことなんですよね。男性はスキンシップが、あるということに強く反応して、女性はスキンシップがないということに強烈に反応するというのが面白いんですね。はい。で、研究チームはですね、このように言っております。これ、興味深いことに、口論の最中にパートナーの手を握ると、議論がエスカレートせず、生産的なですね、会話ができるというですね、エビデンスもあるそうなんですね。すごいですよね。だから、喧嘩するときは、もう、お互いにルールを決めといた方がいいんですよ。もし喧嘩し始めるときには、手を握った状態で喧嘩するとか、くっついてる状態で喧嘩する。で、もうこれはもう、ワンハンドシェイクデスマッチでしたっけ？なんかありますよね。右手で握手しながら左手で殴り合うみたいな、なんかよくビジネスで例えられてさ、多分中国とアメリカが、右手で握手しながら左手でぶん殴りまくってるみたいな絵とかよくありますけど、あれ正しいんですよね。うん。だからつまり口論になったりとか、相手と、こう、言い合いそうになるときっていうのは、とりあえず手だけは握るっていう、もうルールを作っておきましょう。手を握りながら、話し合うことによって、エスカレートを防ぐこともできるんです。なんでかっていうと、今さっき言ったみたいに、まずハグしながらね、喧嘩するのはなかなかむずいと思いますけど、手握りながらぐらいだったらできるじゃないですか。で、そうやってやってあげると、まあ、お互いにですね、さっき言ったみたいに、人間関係に対する満足度は男の場合だとはね、上昇するんで、相手のことを大事にした選択とか、発言ができるようになるし、女性の場合は下がっているそのね、二人の関係性の満足度が、少し戻ってきて、で、それですね、その感情的になりすぎずに、会話ができるということなんですね。すごいですよね。もう、これだけでも結構使えるテクニックだなと思います。だからね、皆さんもぜひですね、パートナーと喧嘩しそうになった時には、手をね、握りながら喧嘩するということを、一応、なんていうんですか、ルールにして、お互いにルールにしておくというのと同時に、日常的にですね、スキンシップ、性的ではないスキンシップ、ハグとかね、そういったものをですね、増やしておくことによって、二人の関係が、良くなっていくという可能性ありますので、ぜひやってみてください。で、今回はこれ、恋愛関係を対象にした研究なんですが、子供との関係もおそらくね、良くなると思います。やっぱり、普段からね、スキンシップが多いですね、親子っていうのは、やっぱりね、年を取ってもですね、仲良かったりとか、しますよね。海外とかだとさ、日本みたいにさ、ちょっとお父さんなんか汚いとか臭いとか言うですね、女の子も少ないみたいな話よく聞きますけど、それと近いかもしれませんね。ぜひですね、使ってみてください。で、一応ですね、これ、例えばね、例えば HSP の人とか、あと自閉症の人とか、なんかそういう人って結構こう、なんかあんまりね、こう、触れられると嫌だみたいな人もいるので、そういう場合ちょっと考えてください。そういう場合はちょっと良くないと思うんですが、そうじゃない場合、大体の場合は、やっぱりスキンシップによって満足度は上昇すると思うので、試してみる価値はあるということですね。ぜひやってみてください。で、今日はですね、そんな、非常に簡単に1円もかからずに、もうほんとものの10秒ぐらいで、できると思うんですけども、そういった、恋愛関係をですね、改善するための男女関係を改善するためのテクニックをご紹介したんですが、まあ、もっと強力なテクニックもあるわけですね。つまりどういうことかっていうと、まあ、ハグしたりとかね、手つなぎながらね、ね、喧嘩するっていうのも、これも非常にね、使えるテクニックではあるんですが、やっぱり普段からそういうね、揉め事が起きないようにするにはどうすればいいのか。で、さらに、もっと、二人の関係を良くするためにできることはないのかということをですね、考える方、いらっしゃると思うので、今日はですね、その方法を、まとめた動画を番組タイトル下の説明欄の動画のコメント欄に入れておきます。今日のですね、おすすめの動画、一つ目は、アサーショントレーニングっていうですね、動画ですね。これ16種類のですね、アサーショントレーニング。自分の気持ちを誤解なく相手に上手に伝える技術。まあ、要するに、いわゆるこう近しい人向けのコミュニケーションテクニックですね。やっぱ親とかさ、男女関係とかさ、まあ、家族とか、すごい大事なのにさ、揉めやすいじゃないですか、やっぱり。なんでかっていうと、相手が自分の一番近い人から分かってくれてるはずだって思い込んじゃうんですよ。で、これでコミュニケーションの問題を抱えるので、こういった問題をなくして、いい関係を近しい人を作るための、テクニック。これをまとめた16のアサーショントレーニング、今日のおすすめになってますね。ぜひですね、興味がある方はチェックしてみてください。で、あとはま、一応おまけとして、いい相手を見抜くための方法として、恋人選びの心理学という動画も入れておきます。まあ、そういうね、いい関係なら相手をね、最初からね、見つけるっていうのが一番いいと思いますんで、こちらの動画も、合わせて番組タイトル下の説明欄またはコメント欄からチェックしてみてください。で、そして今日のおすすめの本なんですが、おすすめの本はやっぱ男女の考え方って違うんですよ。どうしても。進化の過程で男性と女性って考え方がちょっとこう変わるように進化してきちゃってるんですね。でも逆に言えば、じゃあこの進化を辿ることができたら男はなんでこうなの？女ってなんでこんな考え方ができないんだっていうこの無駄ないざこざがなくなるわけですよ。これはなくすための本が、進化心理学から考えるホモサピエンスという本ですね。これ非常にいい本で、何回かタイトルが変わってるんですけど、元々はですね、これアラン・エス・ミラーさんとサトシ・カナザワさん、でですね、教授でこういうね、本なんですけど、これの最新版
版というか、あの最新の翻訳版として、進化心理学から考えるホモサピエンスっていうですね、本が、出てますんで、これぜひ番組タイトルとしての説明欄に入れてます。面白いですよ。ぜひチェックしてみてください。あと、アサーションの方も2つ入れておきます。夫婦向けの夫婦カップルのためのアサーションって本とか、あとは改訂版アサーショントレーニングっていうこの本ですね。お互いのその誤解なくね、夫婦関係のコミュニケーションするための方法、これを解説した、本をですね、おすすめに入れておきます。で、さらにおすすめの本のですね、あのリストの中に、というか番組タイトルの説明欄には、僕のですね、今オーディオブックが、通常1冊3000円するんですが、今無料で聞けるというキャンペーンをやっております。超習慣術とか、ジェシカが釣る超読書術とか、自分が釣る超集中力とか、そういったいろんな本が今無料で聞けるというキャンペーンやってますんで、ぜひですね、番組タイトルの説明欄から、まあ一人1冊なんですが、無料で聞けますんで、聞いてみてください。というわけで、それでは、続きの動画は番組タイトル下の説明欄、または動画のコメント欄の方から、夫婦関係、男女関係を良くするための16のアサーショントレーニング、またはいい相手を見抜くための恋人への心理学、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。